はい、というわけで、僕が普段のトレーニングやあとは大会の時のウォーミングアップで取り入れてる、ストロークを、まあ、強化するためのドリルの方をいくつかご紹介したいと思います。まず1つ目にヘッドタッチスローというドリルをご紹介したいと思います。基本的に、まあ、クロールに関してはストロークはいかに遠くに手を持っていく、いかに遠くにで手を入水して、まあ、パワーで書くかというところなんですけど、ヘッドタッチスローというドリルは同時にストロークを大きくするのと同時にこちらの肩甲骨の、まあ、可動域、柔軟性も向上させる役割があります。どうやってやるかというと、例えば、まあ、陸上で説明するとこんな感じ、まずストロークを書きます。で、手をフィニッシュしてから頭の横をヘッドタッチスローなんでタッチしてから、この状態でゆっくりスローなんでゆっくり手を入水入れます。後ろから見るとこんな感じで手をストローク入ってから、ポイントは肩甲骨の音がこう手をこう横に広げるじゃなくて縦回転なので、縦回転の前回転なので、入ってから肩甲骨を寄せながら頭の横をヘッドタッチして、横からこう入水するんじゃなくて縦でゆっくり入水する瞬間に反対の手をストロークをかけます。横から見ると入ってから肩甲骨をしっかり頭を寄せながら頭の横を発達してゆっくり入水と同時に反対のストローク、感じなので、まあ、陸上でちょっとパッと見あまりしっくりこないという方はこれから水中に入ってご説明解説をしたいと思います。はい、それではスタートします。ドルフィンキックは今回は省きます。手をフィニッシュし水から出したら頭の横をタッチしてゆっくり入水します。スプリンターの場合はテンポが重要になるので、入水した瞬間にすぐキャッチできるよう最初から手首を曲げて入水します。はい、それでは後ろから見てみたいと思います。冒頭でもお伝えした通り縦回転なので手を横に振り回さずしっかり肩甲骨を内側に寄せてから行いましょう。リズムをつかむため初めはキャッチアップで行い、なるべく遠くに手を入水するように意識して行いましょう。水中から見た映像です。スプリンターの場合は水面から約 3-40cm あたり下に向かって手を突っ込むよう意識しましょう。大円筋を使い脇を締めるような感覚で水をかいてみてください。キャッチポジションに向かい手を深く突っ込むのを意識すると同時にローリングをするのも忘れないでください。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりいきなり、ね、頭では分かっててもなかなか体で実際に泳いでみるとここはそうなんですけど、やっぱりうまくできないっていう方ほとんどいらっしゃると思うんですけど、いきなりやっぱりね、普通のスピードで泳いでもやっぱり体って全然慣れてない動きであれば全然できることできないので、まあ、しっかりまずはゆっくりでいいのでフォームをしっかり意識しながら確認しながら泳ぐのが、まあ、重要になります。で、冒頭でお伝えとし忘れたんですけど、一応ね、まあ、このドリルは、まあ、基本的にショートフィンを使って、やっぱり僕らみたいな、まあ、ある程度の選手になると、まあ、フィンなしでもフラットの姿勢を保てて、まあ、ドリルをしっかりできるんですけど、初心者とか中級者とか、まあ、上級レベルの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、フィンをつけなければ体沈んでキック打たないとき体沈んでドリルなかなか集中できないという方はぜひ、ね、ショートフィンの方をつけてドリルをやってみてください。で、一応先ほどもお話ししましたけど、いかにクロールっていうのは
遠くに手を入水して、そこからキャッチで持っていくか。で、形的には横からバシャン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 やるのではなく、縦回転の前回転、縦回転をフィニッシュはあまり僕の経験上最後まで書いたところであまりそこまで効果っていうかね、沈んでる感じはあまり変わらず、逆にスプリンターの場合はテンポがやっぱりリーチがストロークが大きくなるから、ストローク長くなるっていうか、最後まで書いてしまうとテンポ落ちて逆にタイム失速してしまうので、しっかりキャッチの部分を重要に、キャッチでしっかり回回転でっていうのをちょっと頭に入れてやってみてください。僕もこのドリルを、普段の、ま、トレーニングや、あとは大会でのウォーミングアップでしっかり泳ぎをしっかり作ってから、ま、レースに挑むようにしてからはしっかり泳ぎ外すことなく、ま、ダメな時はダメなんですけど、ま、しっかり大体はできるようになりましたので、ま、皆さんも、ね、ぜひご参考にしてみてください。で、他にもたくさんまだまだドリルの方ありますので、ま、順次ねご紹介していただきたいなと思っておりますので、もし何かコメントとご要望とありましたらコメント欄に記入してコメントしていただけたら、そちら、まあ、参考に動画の方を作ろうと思いますので、よろしくお願いします。And all of